はい、町田は小渕と町田駅の中間でぐらいのところに来ました。ですね、面白いラーメン屋があるってちょっと教えてもらったんで来たみたいなんですけど、すごいですよ。せーの、ドン。ジャンキーモンキージュニア。すっげーネーミングだな。スープ決壊。そして裏側に回るとこれだよ。ニンニク崩壊じゃなくて崩落。ニンニク崩落って何ですか。すんごい強烈な店だなこれ。これなんか面白い。肉界あのガッツリ。お元気ですか。元気じゃなくすげえ。あ、でもなんかいいこと書いてある。ほら、皆の幸せ、お客様の幸せ、自分の幸せ、家族の幸せ、地域の幸せ。不思議な、いわゆるインスパイア系って食べログにあったんですけども、どうなんでしょうね。インスパイア系でいわゆる二郎系なのかどうなのか行ってみますか。もう夜つつなんだけど、ラーメンやめっくり、ジャンキーモンキーかけの西村さん、トリクロモンキーって、なんだこりゃ、何でしょうこれ、すげえ。ニンニクとか入れますか。あ、入れてください。野菜少し多めで、お願いします。
い、食べました食べました。いやジャンキーでしたわ。あのチャーシュー見ました？あの油の量結構きますよ。でも食べきれなかったんでちょっとお持ち帰りさせていただいたんで家で食べようかなと。いやうん、でもあの麺が思ったよりくどくなかったです。あのスープもあれなんですよ、ラーメン二郎と違う、でかい声で言えないけどインスパイア系って言われてるけど見た目そうなんだけど違いますね。あのスープが割と味しっかりしてるの、甘すぎない、あのラーメン二郎っぽく甘すぎないのと、そんなに脂っこくないから、でも肉系はジャンキー肉はジャンキーだから、肉食いたい人、肉食いたい人ジャンキーモンキーって感じですね。いやー神様連れてこれんわ勇気いけるな、カットしたら厳しいなこれな、たまにジャンクなラーメン食べたくなったらまた来ます。ありがとう、ニンニク崩落、スープ結界ありがとうございました。